どうも、たかひろです。今日はですね、久々の釣りというところで、カヤックかフローターかで悩んでて、多分ちょっと今日はフローターで行こうかなっていう感じなんですけれども、はい。今日ですね、新しくルアーを買ってきました。これですね、マインスラックの、スーパールーパー10。これのちょっと前から欲しかったからだったんですけど、ちょっと広島のタコスであったんで、ちょっと今日釣り来る前に、ちょっと買ってみました。はい。でですね、今回、今僕がこの着ているこの T シャツ、はい、これをですねちょっと作ってみました。はい、こうキングトップって書いてあるんですけど、まあこれバスがですねこう両足にこう向いてるんですけど、これ前僕が釣った60センチのバスをちょっとモチーフに作ってるんですけど、これですねちょっととあるサイトから出してますんで、まあ興味ある方は買っちゃってくださいではちょっと釣りに行ってみようと思います。はい。やばいっす。オープニング取り過ぎてたら時間がなくなっちゃった。早く行かんと日が沈んじゃう。ではですね、早速やっていきたいと思います。オープニングちょっと取ってたら時間がマジでなくなっちゃったんで、はいごめんなさい。で、今日ですねルアーこれ買ってきたばっかなんですけど、つい来る前にですね、ラインスラックのスーパールーパー10、はい、これ、はい、これだけでちょっと今日は多分やると思います。はい、ここ出てないでしょ、毎日出てるけど、はい、ちょっとやっていきます。はい、ではですね早速やっていきたいと思います。はい、結局カヤックにしました。はい、でオープニング通ってたらですね、ただでさえ時間が今日なかったのにマジでなくなりました。はい、今日ですねルアーは、来る時に買ったラインスラックのこのスーパールーパー10、はい、これですね、前から欲しかったこのから、はい、これだけでちょっとやっていくと思います。はい、ではちょっと頑張ってやっていきます。あ、で今日なんですけど、待てよ、水温が21度、はい、21度、はい、バスシャンすごく快適に過ごせるもんだと思います。はい、釣れたらいいですね。はい、頑張ってきます。勝負、出た出たよ。マイケル出たな今。でも先週と全く同じだ。ここここか、これ出てる、先週と同じだろ。
カメラに映ってないような感じじゃなくて、バイトは結構